小柏、久森俊太、来年は3クラブが降格、あと3週間もすれば新チーム始動だけど、即戦力候補の加入は今の時点で家住のみ、応援はもちろんするけど少し覚悟もしておかないといけないのかもしれないな、不安しかない2023ストーブリーグ。はい、ということでね、まあこの3人の移籍報道についてはね、それぞれ触れた動画があるので、まあぜひね概要欄から見ていってほしいんですけれども、まあいずれも公式発表はないです。だけど移籍濃厚と言われている3選手の中で俊太だけがね、まだふわふわしてる状態でした。ですがね、本日2023年12月23日のね朝時点でね、俊太に関してもやや確実だなっていう報道が入ってきましたので紹介いたします。セレッソ大阪、札幌の元日本代表ディフェンダー田中俊太を獲得、金銭面で圧倒的不利も長年の評価などで認める。セレッソ大阪が田中俊太の獲得に成功したことが分かった。入りに勤めていた札幌を含めガンバ大阪や名古屋などと争奪戦を行い、田中側から21日にセレッソ入りの返答を受けた。今後は細部を詰め正式契約となる運びだ。複数の関係者によると、セレッソ大阪が田中に提示した年俸は推定8000万円、札幌時代よりはアップしたものの推定1億5000万円の好条件を出したクラブもあるといい、金銭面では圧倒的に不利だった。ただ大阪岸和田市生まれでガンバ大阪ジュニアユース履正社出身の田中に対し、セレッソ大阪は大体大卒業時にもオファーし5年以上にわたって継続して評価。セレッソ大阪の本拠地淀公屋は田中の実家からも近く、両親心身とも両者の距離は近かったという。さらに札幌では基本的に3バックの右を務めてきた田中だが、学生時代から兼務してきたボランチの位置での出場を希望していた。今年10月にも中盤、もうちょっと真ん中、センターラインの位置の方が自分的にはいいかなと思っていたと話したことがあり、日本代表に返り咲き、さらに定着するにはディフェンダーではなくもう1列前の位置に狙いをつけていた。セレッソ大阪では今季終盤34歳のミッドフィルダー香川にアンカーを任せたが、来季は本来のインサイドハーフに戻す構想があり、今回の移籍交渉では田中にアンカーかダブルボランチの位置を任せることを伝えた。その起用法も田中にとっては魅力的だったようだ。海外移籍を目指す田中に対し、セレッソ大阪は今回その際の移籍のハードルを下げた、契約にしたとみられる。それらの材料が重なり、セレッソ大阪が争奪戦を勝ち抜く4位となった。空中戦が弱点のセレッソ大阪にとれば、183センチの田中の加入をセットプレーなど攻撃面でも心強い。今季9位に終わり、クラブ創立30周年記念イヤーを迎える来季はルヴァンカップ天皇杯の2冠を獲得した17年以来のタイトル、そしてリーグ初優勝を目指す。はい、というわけでね、ちょっと長い記事でしたがかなり詳細に書かれておりました。今日刊スポーツで出たのを紹介してるんですけれども、今ね他同心スポーツでも田中の移籍について触れられております。でね、まあ同心スポーツから出ればもうほぼ公式リリースと捉えても問題ないようなね感じなんですよね。ということでね、この田中俊太争奪戦、札幌、セレッソ大阪、ガンバ大阪、名古屋、この4チームで争奪戦しておりましたけれども、まあ、最終的にねセレッソがその争奪戦を制したようです。まあもちろんね自分ごとなので、まあ、1% でもね可能性はあるかなとは思っていましたけれども、まあ大方は予想通りといえば予想通りでしたね。まあガンバが入ってきた時はさすがにガンバに行くんじゃないかなと思いましたが、まあ、セレッソは年俸8000万円のようですが、このね1億5000万円のね年俸を提示したのはおそらくガンバ大阪でしょう。そしてその中間をね提案したのが名古屋グランパスかなと思います。まあただね俊太の判断としては、まあ札幌を除いたこの3チームの中で一番おそらく年俸低かった、まあそれでもね8000万ありますけれども、セレッソを選んだということになりますね。まあ彼の全てを知ってるわけじゃないですが、まあいかにもねなんか俊太らしいというか、まあそんなことをね感じた札幌サポーターの方もいるでしょう。まあね確かにクラブとしての力であったら、まあ安定して勝ち続けるねそういう力とかだったら、まあ、セレッソが非常に大きいかなというところもありましたし、まあ移籍金もね札幌にかなりの額入るとは思うので、まあもしねそこら辺も俊太が考えてくれてたなら本当に素晴らしい選手ですね。感謝しかないですね。セレッソ大阪は争奪戦になっていたディフェンス田中俊太はセレッソ大阪への移籍が有力に。アンカー起用が予想されるが、この通り2023年のセレッソ大阪のボランチでのスタメン出場した選手の平均身長は171センチ、 J1 で下から4番目だった。数年前から大型ボランチはセレッソ大阪の優先補強ポイントだったので、獲得できると相当に大きい。まあボランチというポジションで背の高さ本当に大事なのかとどうかと言われたらね、まあそんなこともないっていう考えもできるとは思いますけれども、まあ小さいか大きいかで言うと大きい方がねそれはまあ有利ではあるとは思いますけどね。まあだからこそね俊太は相当な優良銘柄だった
ったと思います。まあ札幌ではねボランチやってた試合何試合かはありましたけど、まあでも試合の途中からとかフルでボランチやってる俊太っていうのはね一回も見れなかったと思うので、でもね俊太の本職はボランチなようですので、プロ生活ではまだ経験してないけど本職のポジションっていうやや複雑というか開けたらどうなるかなっていう感じのポジションですけれども、まあもう他のチームに行ってしまう形で見ることになりますが、それを見れるのはちょっと楽しみではありますね。まあ、香川真司をねインサイドハーフで使う来季からって構想があるっていうのはねさっき書いてありましたけど、まあ、場合によっては香川真司と俊太のダブルボランチも実現すると思うので、それもね見どころですよね。ディフェンス田中俊太はボランチであれば日本代表入りも狙えるが、ディフェンスマイク・マセイヤがセレッソ大阪に移籍してから代表に入って定着している点は獲得交渉の時のいいアピールポイントになったと思われる。彼だけではなくミッドフィルダー原川力とミッドフィルダー坂本もセレッソ大阪に移籍してから初の代表入りを果たした。まあ、代表入りがね、まあ、もちろん目標になってくると思いますし、森保監督はディフェンス4バックを採用しているので、まあ、札幌のようにね3バックの場合右センターバックだった田中俊太は4バックでのね守り方は本当にできるのかっていう感じはあったと思うので、逆にねこれボランチで使えれば、まあ、ずっと代表でもね同じポジションっていうことはできると思うので、まあ、もちろん幅は広がりますよね。まあ、しかもねやっぱセレッソから選ばれてる選手がこのように多いらしいので、そこも代表を狙うためにっていう要因ももちろんあると思いますし、まあ、今のね A 代表でボランチできる選手って言ったら、まあ、遠藤航選手いますけども、2ボランチになってあと1人誰か決定的な人がいるかと言われたらそこは今空いてるなっていう感じだと思うので、まあ俊太をねボランチで代表でっていう、まあ、実際に選ばれたこともありますし見れる機会はそう遠くないかもしれないですね。6億だな、本体価格5億、自然に内を狙うから罰金1億。まあ、そうなんですよね。まあ、結局ね俊太の移籍で一番最初に思ったことはね、またセレッソかよっていう感じだと思います。なんか見たけどあそこだけはやめてほしい、元はといえばあそこになぜそこに3が取られたのでセンターバックをやらざるを得なくなった感じもあり、いい加減ボランチやりたいと思うタイミングで声かけるとかなかなかですねと思ってしまう。まあ、札幌サポーターの気持ちからしたらそうですよね。やっぱ進藤を取られたタイミングで俊太がセンターバックにコンバートして、まあ、結局そこで替えが効かなくてずっと続けているという感じだったので、まあ、もしかしたらね進藤がセレッソに取られなければ、まあ、俊太はね札幌でボランチをやってた可能性っていうのもありますし、可能性というかもうほぼ確実か。まあ、進藤以外にもね、まあ、札幌で活躍した徳倉選手とかも札幌で今全盛期なんじゃないですかって選手をねやっぱセレッソを取っていきますからね、そこは非常に悔しいな。あとはサイドだけ補強して終わる可能性もありそう。 J1 でサブクラス以上のセンターフォワードとディフェンスを1枚ずつ欲しい。そうなんですよね、今札幌が獲得する選手って言ってる中で公式リリースが出てるのは未だに家泉選手のみです。で大学とかユース上がりで岡田大和選手、出雲志朗選手などがねもう決まっておりますけれども、即戦力級の選手がねこの俊太とか小柏とか抜けた穴に埋めれる選手がまだ正直いないかなっていう感じですね。だから札幌サポとしては非常に今不安なというか絶望なというか期間を過ごしてますね。なぜこんなに北海道コンサドーレ札幌というチームから出て行ってしまうんだ、何か内部で起こっているのか、本当にねそれを疑わざるを得ないぐらい今年は出ていきますね。まあまだねレンタルバックの選手とかも一人も公式発表されてないんですけど、なんかね出てっちゃいますね。去年のように、まあ、これこれの選手が出てってもまだこれこれの選手がいるし加入もしてくれるらしいので大丈夫だろうみたいな安心感が今一つもないですからね。本当に何か内部で起こってんのか心配になっちゃいますね。別に去年と今年でね、まあ、本当の本当の内部の話は知らないですけど、チームとして何か大きい出来事とか問題があったみたいなことは一個もないと思いますからね。愛すべき偉大な選手でも着るユニフォームのエンブレムが違うだけで急速に感情が無になっていく自分、お金を残してくれたとかもう応援しないとか心が狭いとかそういう次元の話ではないのよね、しゃあない。まあ最終的にねこうなりますよねというか、こういう人もね中にはいると思いますし、まあ正直私もそうかもしれないですね。やっぱり一番の衝撃はもう今時点というか発表された時点が一番大きくて、まあ、その後っていうのはねなんやかんやなだらかになっていくものですから、まあ、だけど今が辛いなら意味ないよっていう感じではあるんですけれども、去年もね高峰選手の件ありましたけど、まあ、未だにね高峰の移籍を悔しんでる人なんて本当に数えるくらいしかいないと思うので、まあ、本当にね時間が解決してくれるのをねあとは待つだけですね。今のコンサ見てたらこうなるのは分かる
かってたし、来季こそ本当に正念場確保しなきゃダメかもなと思ってしまう。そうですよね、本当に来季は今年と違って3チーム降格だし、でかつね、なんか未曾有の流出が今あるし、補強の話も少ないで、毎年これは言ってるけどお金もやばい。これはね本当にもう直近の J1 上がって7年間の中で一番ね正念場の年になると思います。もうトップ5目指すとかね言ってらんないぐらいかもしれないですね。 J2 落ちたらいなくなっちゃうよって選手がすでにボロボロいなくなってる。いや本当そうですよね、なんか J2 落ちたんかってぐらい主力流出してますからね。仮にねこれで来年 J2 落ちるなんてことがあったら、もうさらに細くなっていくと考えると、もう心は全然穏やかじゃなくなっちゃいます。ガンバが中谷に行ったのは田中俊太のセレッソいるが濃厚で諦めたのか、ガンバが中谷に行ったからセレッソが田中俊太に行けたのか、因果やいかに。はい、もう一個ね、中谷選手っていうあの名古屋グランパスの元日本代表の選手がガンバ大阪に完全移籍が発表されました。まあ、J リーグの中的にはね、これは非常に、まあ、今季もしかしたら一番になるかもしれない大きな移籍だったかなと思います。まあ、ガンバ大阪ね、田中俊太狙ってたって話もあったので、まあおそらくね、そこで中谷が取れたからガンバが俊太を取らなくても良くなったみたいな話になるんですかね。まあ全く別の理由があるかもしれないですが、それも一個考察できるかなと思います。次進め、アワレガシー、アワフューチャー。北海道コンサドーレ札幌のツイートなんですけど、メモラビリアオークションを開催しておりますと。これねツイッターで話題になってましたけど、あの映ってる選手がね、大谷さんはすでに退団しちゃったし、もう2人は移籍濃厚っていう、これ逆効果なんじゃないかっていう感じですよね。あの振り切ってる感じですね。もう最後だから買っとこうってなる効果を予想したのか、それでもなんか偶然で、それともなんか偶然この選手になっちゃって、あどうしようってなってるのか、これはねまあどっちにしろねあんま良くないなと正直思ってしまいました。コンサドーレ480万円から始まった選手が4年で1億5000万円のオファーが来るように育てたんだから育成の成功よ、有望な大学生の勧誘頑張ろう。まあねネガティブな話だけではないです。まあ小柏の件もそうですけど、育成がやっぱ成功してる、低く買って高く売るみたいなサイクルが出来上がってきたのは、まあ、クラブ経営としては素晴らしいことですね。まあかつ小柏も俊太も移籍金をたんまり残してくれるらしいので、お金的にはね相当例年よりは楽になったんじゃないかなと思います。まあただねお金だけ楽になっても結局チームが弱くなったらまた意味ないのでね、本当に難しいですよねクラブ系っていうのは。まあサポーターもねしっかりそこまで考えなきゃいけないなとは正直思いますけど、まあでもやっぱサポーターはやっぱ目の前のねいなくなった選手がやばいみたいになっちゃいますから、まあ、そこもそこでねサッカーの楽しみ方ではありますけどね。まあどっちが悪いとかいいとかないですけど、どっちの視点でも見れたら楽しいですね。コンサがオフシーズンにやってほしいことを、選手が引き抜かれる代わりに得た移籍金で即戦力級の選手を獲得すること、若手の出場機会が増えると思うのでオフに多くの練習試合を他クラブと行うこと、今季の課題は主に守備面に集中している、相手にカウンターされた時の対策を考えること。はい、特にね俊太の移籍でまたセンターバックが減っちゃって、まあ、清水エスパルスのね山原選手と交渉してるらしいですけど、まあ三車式へのフィットとかも考えるとまだ足りないなっていう、もっとね本当にチームとして守備の対策は考えないといけないです。でまたね平均年齢もさらにちょっと若くなるのかな、大学生とかユースの方が上がってきたら。だから俊太岡島のようにそうですけど、若手育成のためにねぜひ出場機会を増やしてやってほしいですね。公式戦じゃなくても練習試合とかで。そしてやっぱり即戦力、特に、まあ、できれば外国人がいいかなと思いますが、少なくとも1人以上取らないとやばいと思います。チアゴサンタナ選手待ってます。まあ、最後にね田中俊太選手についてのちょっと私自身の見解というか話をしたいんですけど、まあ、皆さんよく札幌で一番好きな選手誰みたいな聞かれることはあるんじゃないでしょうか。まあ、特にねユニフォーム買ってその背番号を入れたりしてる人なら、まあ、一つ見ただけでね、あこの人はこの選手を推してるんだなみたいな分かりますけど、私特にねそういう選手っていうのがいなくて、もうチームとして応援してるから、まあ、ユニフォームもねできるだけ背番号なしで買うようにしてるんですけど、まあ、ただね俊太選手だけはなんか特別でしたね。まあ俊太選手と私年齢が一緒っていうのもあって、まあ、かつね今私大阪に住んでるんですけど、俊太選手も大阪出身ということで、そういえばさっき記事にあったけど淀港桜スタジアムの近くに俊太の実家があるっていう話がありましたが、私のね今住んでる大阪のところもやや淀港桜スタジアムに近いです。一番 J1 の中で近いスタジアムがそこですね。っていうのもあってなんか親近感も湧いてたし、やっぱりねプレーの安定感、陰でチームを救ってくれた選手、毎年ね札幌ドーム MVP っていうのがありますけど、そこに
にね選ばれるべき選手であるとはずっと思ってました。まあもちろんね同じことを思ってる方もいると思いますが、なのでね俊太選手の移籍に関してはかなりね今まで他の選手よりも、まあ、若干気持ちが重いですね個人的に。まあだけどねさっきあった通りなんやかんやねシーズン始まったり時間経てば、まあ、気持ちもね忘れてくと思うので、まあそれにかけたいなというところですね。まあでもね今の気持ちとしてはどこのチームに行っても応援したいなとは思います。はい、ということで以上なんですけれども、最後にですね本日12月23日に開幕戦カードがね発表されました。コンサドーレは開幕戦はアウェーでアビスパ福岡戦になりましたね。まあ熊本キャンプ中かな、なので距離的には非常に近くて良かったと思います。試合日程的には2月の3週目の金曜日祝日らしいんですけど、金土日のどれかですね。まあ頑張っていけたら行きたいなというところですね。去年私サガン鳥栖戦は行ったんですけど、アビスパ福岡戦は行けなかったので、ほんで第2節がまだ分かんないんですけど、第3節がホーム開幕戦、相手はねまさかのね浦和レッズ、最終戦戦ってホーム開幕戦もまた浦和かよって思いましたけど、これは3月の1週目かな。もう本当にねあんまり休んでる暇がないというか、もう始まるんだって感じですね。まあまだまだ新チームへのね補強とか、まあ、さらなる対談とかいろいろあると思いますが、まあ、このチャンネルでできる限り紹介していきたいと思います。はい、ということでこのチャンネルでは北海道コンサドーレ札幌についての情報を発信しております。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは。